鹿児島で元気に踊ってくださいます。それではお願いいたしましょう。佐世保飛躍年代2007から2019、それではどうぞ。はい、皆さんこんばんは、佐世保飛躍年代でございます。なんでここに佐世保飛躍年代がいるのかという雰囲気ではございますけれども、実は、佐世保市政100周年を記念しまして作ったチーム、そうですね、これが佐世保飛躍年代、はい、佐世保を飛躍させようという飛躍年代、これが、ちょうど佐世保祭りの PR と、そうですね、佐世保市の PR と、はい、して全国にやっていこうと、日本全国いろいろ外国にも行きましたね。これであのこのチームはあの市内のチームいろんなチームがありますけども全部寄せ集めでございます。誰が入ってきても構わないよっていうチームでしたね。そうですね。それでですね、後半はもう九州中から、九州中からいろいろなあのメンバー集まっていただいて、そうそう、うん、今日もですね、鹿児島在住のメンバー、はい、手を挙げて、鹿児島、そう、佐世保の PR チームにもかかわらず鹿児島の方も参加していただいてですね、やらせてまいりましたね。非常に楽しいチームでございます、はい、そして2004年には大賞もいただいて、はい、この場で踊らせていただいてますが、はい、2007年にその役目を終えて12年ぶりにまたここで復活踊らせていただきます。12年経って、ね、人間の幅も広くなり、体の厚みも増えて帯も届きません。これもう帯届いてないから要するに一番楽しみながら踊れる曲台あると思います。そうですね、はい、楽しく参りましょう。さあ、それではそろそろ参りましょうか。
踊りでした。ありがとうございます。素晴らしい。ありがとうございました。